あの人の現在。ローラ、現在の活動は海外。また衝撃最新情報も次々と明らかに。独特の話し方と会話の合間にペロッと舌を出したり頬を膨らませる仕草で知られるタレントのローラ。そして抜群の容姿でモデルとしても活躍。そんなローラさんの最近はテレビの露出がかなり減ってしまって CM でしか拝見することがなくなってしまいましたよね。ではローラさんは現在どんなことをしているのか調べました。バイオハザードへの出演でハリウッドデビューを果たしたローラさん、海外からもその容姿も含めてかなり高い評価を受けていましたし、やはりこれからますます海外での活躍が期待される可能性も高いのではないでしょうか。さらに最近では事務所との確執等が噂されていることもありますし、活動を海外に移す可能性が現実味を帯びてきたように思います。そして海外にまめに渡航することで本場で英語を学んでいる様子、現在ロサンゼルスに住んでいるそうです。海外での活動を強く意識していることは間違いないでしょうね。2017年8月ローラさんは所属事務所に対し実質20年間の専属契約で不当に拘束されているとして契約終了を求める申し入れ書を送付。今後は先に辞めていったスタッフと一緒にハリウッドを視野に入れているようです。タレントとして大人気だったローラさん、現在はあまりメディアへの露出は減少していますが、ハリウッドデビューを果たし相変わらず美しすぎるルックスと鍛え抜かれた抜群のスタイルを持ち合わせたローラさん、モデルとして女優として日々努力を続ける彼女の姿はとても素敵ですよね。これからは日本を飛び出して世界で活動を続けるローラさんの活躍も期待していきたいです。